修羅がうごめく現世こそ地獄にふさわしいと思わねえか。獅子を誠か。だったらどうする。知れたこと。おっと、そこから動くなよ。いい声だ。貴様、なぜお前がここに来ることが分かったと思う。元新選組三番隊組長斎藤はじめ。裏切りか。お前も俺も幕末を生きた男だ。こんなくだらねえように満足しちゃいねえだろう。そんな制服脱いでどうだ。こっちに来ねえだろ。あの動乱の時代に時計を逆戻りさせようじゃねえか。俺は誰の指図も受け。なるほど、それもいいだろう。